ペンあ、マスター発見、いいところに。いやー探しちゃったにゃん。ほらあれじゃない、今日はバレンタインじゃないってことはつまりこれ以上は言わなくても別れ。そうそれ、さすがマスターわかってる。じゃあはい、それはそうにゃ。だってジャガーはジャガーで神様なんだにゃ。だったら当然、あげる側じゃなくてもらう側、義理だなんだとあれこれ悩んでお財布軽くするのはなし。真面目な OL めいたお悩みなんておさらばさ。祝ジャガー、祝テスカトリポカ。配慮するは我にあり許しましょう。捧げ物、貢ぎ物、生贄その他。さあさあ、ほらちょうだいにゃ。ウモのタケノコのごとく、あるいは金種の山のように。ん、何かな。おや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 、もしかしてマスターってば、貢ぎ物忘れちゃったかにゃ。神罰、神罰いっちゃう。若きマスターの青い青春を儚く散らしちゃう。あ、もちろん命的なライフ的な意味で、他には何もありません、ありません。うん、お姉さんわかった、わかっちゃった。プレゼントはマスター自身っていうやつなんでしょう。トンチ効いてるな。まさに胡椒のごときスパイス、グルメな表もウハウハです。だが襲う神あれば考える神あり。溜まってたスタンプ消費しちゃう。スタンプ消費したら、特別の特別の特別に見逃してあげてもいいにゃ。しかもあれにゃ、どれにゃ、そう、今ならスタンプ消費で豪華景品がついてくる。さあどうする、ライフ消費かスタンプ消費。そっか、しょうがないにゃ。それじゃあとっておき、ジャガーからマスターへのスペシャルプレゼント。チョコレートの本場といえば南米。だって南米で楽しまれたものが発祥だもんにゃん。というわけで、はい、ジャガースタンプ1個消費ね。記録したからね。またキリキリスタンプ集めるように。お姉さん、マスターの頑張りには期待してるにゃん。今はまだ甘えていい、若いから。いずれジャガー使いとしてふさわしく育つがいいわ。じゃあおいしくいただきなさい。お残し厳禁ね。いや待て、あれあれれ、おかしいな。バレンタインデーでしょ、手作りチャンスでしょ。お姉さんの女子力を見せる絶好の機会だったはず。どうしてこうなった。